葛城レオさん、かなり大きな脳腫瘍です。いつ頃まで持つか。余命わずかな天才ボクサーが最後に出会ったのは、助けて、運命を変える恋だった。モニカ、お仕事の名前です。あのガキ一体誰だ。女連れてった野郎だよ。新しく入った薬が盗まれた。どこで誰いる。逃げた女と消えた仏をめぐって最高に濃密な夜が始まる。ヤクザが売られた剣が買うのに上の意見も減ったくれもねえでしょ。言ってください。いや、俺ありがとうございました。やれるはず。初恋。絶対痛くねえ。マジかよ。